はい、続いてまいります。玉尾、ごめん。この火縄銃、江戸時代に実際に使われていたものですが、古いものといってもその威力は凄まじいものがございます。弾を入れた場合の弾の飛距離は200メートルに及びまして、撃つ場所から50メートル離れたところにある甲冑をも撃ち抜くことができる威力があると言われております。また火縄銃をこうやって撃った後にはですね、しばらくこの近辺にはイノシシが出ないというような声も聞いております。少しは豊重の方の、お力になれるんじゃないかなと思っております。火縄鶴瓶打ち構え、ひぶたつけ、あめで、ありがとうございます。